もう本当にライバーで生きてきて結構2番目ぐらいに焦ってあれ、うん、もうあんなもうプロのねあの凛堂美琴様のね、うん、あのお城からまあ ASMR させていただいて、うん、もう、はい、もうなんかねやっぱ言葉攻めがすごいんですよあのお姉さんそうなんかえドキドキしちゃったみたいなとかむっちゃむっちゃ左で言ってくるからやっぱドキドキしちゃったよとかもなんかいやで私もこれは入りきらなあかんがやっぱりね、うん、一緒にやらせてもらってる限りは、ね、負けてらんないいじめないといけなかったんですよねその視聴者さんを、はい、でなんかヒノキの香りがするあの木のボールみたいな丸っこいボールが、はい、まあ、あのあってでそれをこう水に入れるとなんかカラカラカラっていうねあのボケとかに入れるすごいいい音がするでなんかあなんかあったかくなってきたじゃろこのなんか音を聞いてるとみたいなをおっしゃっててでなんかそうですねみたいななんかこういや風呂に入って何弾いてんだよそうですねなんかもうなんかあ風呂の話しだしたと思ってなんかこっちもまた何やってんだろう玉転がしと思ったら風呂入ってんだ今これってそうだからそう何も玉転がしあ風呂かってなってそれでなんかえねわらわたちタオル巻いてる想像したそれともえもしかしてえ全裸えどっち想像したあいつ何やってんのそういうのってあの事前になんか共有ないんですかそういうあもうない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 あじゃあもうわらわが急に風呂入り出したらもうメロコさんも慌てて脱がないといけないんだちょっと待って待ってあ待って待っていやもう今行くみたいなはいはいはいみたいなタオル巻かない巻かないそうあ負けもうええわ出ないやみたいなそうもうええみたいなでそのチャットの皆さんがまあ答えるわけですよどっちどっちみたいなタオルとかタオル裸だと嬉しいみたいなそうなんかあ決められないみたいなのがあってそう私いい視聴者だな、いい視聴者だな、いい視聴者、もう本当にすごい素敵な視聴者様たちで真剣に聞いてくださってて決められないよえタオルかなタオルの想像した人結構多いんだねみたいなとかなんかそういう話をした時に、うん、私のあのアップルウォッチがピンポーンって言ったんですよねそう、うわもうこれ終わったでもうタオル、あそうなんだピンポーン正解だったんですねって言ってでもそっからもうほんまに笑ったらあかん空間になっちゃってなんかすごい高性能マイクやしもうこのクスっていう笑いも拾うしもうどうしたいか分からへんけどもうなんか肩なんかもこんななんかも上下してくるしもう笑いすぎてだってわらわが耐えられないじゃんもうわらわもう何だったみたいになって私なんかこれはもうアップルウォッチっていう単語すら出てこなくなっちゃったんですよもう焦りすぎてでもしまいにはこれ何ですかこれはってこうもう御事様に聞くよっていうあそれアップルウォッチじゃよってあそうアップルウォッチがねそうなってね申し訳ございませんもうね正解だったんですよねみたいな